い、どうも皆さん、こんにちは。カエル TV のカエルです。今日は、なぜかドールさんから箱でカードが送られてきてましたね。まあ、今回、多分内容的に数少なそうなんで、内容少ないと思うんですけど、まあやっていきましょう。レッツゴー。シャッフルでどっちが当たるか。じゃあこっち行ってみましょう。おお、行きましょう。これ、ああ、ちゃんとこうなった。ああ、はい、まずこれですね、最初。まあ、ボロボロですね。あの人、ボロカード集めてる。昔の方からまだ許されるんですけど。悪夢の手伝いですね。ってことは、これから悪夢の始まりってことですね、これ、完全に。行きましょう。もう後ろがボロボロですよ、これ。この人、備品にしないんですよね。ああ。もう落とし穴とか強いですけど、備品じゃないんでね。まあ、あーってことにしておきましょう、一応。はい、そうですね。おー、マシュマロン。かわいいですよね。ぷよぷよしてる。まあ、一緒。あ、よっしゃ、射蘇生。まあ、強いですね、射蘇生。これ、正直、禁止カードで言ってますよね。まあ、強さじゃやばいです。まあ、俺を復活させることはできない。俺のハートは、レボリューション。次。あ、これ普通に、備品じゃないですか。これ結構備品の方。これ、あ、待って、これ当たりじゃないですか、これ。これ多分両方結構値段するんですよね。特にパワーツールドラゴン、これが備品だったら最高でしたね。まあ嬉しいですね。こっち結構備品ですよ、これ。機械獣パワーツール。これも備品、いいっすね、これ。これ多分。300円以上。下手したら1000円いきますね。このカード1枚。まあ、嬉しいですね。まあ、次行こう。次行きます。全然悪夢じゃなかったですね。ギャギャギャのギャーでしたね。じゃあ、次の悪夢行こう。はい。来ましたね。で、こっちは1枚。おー、サイバーブレイダー。セクシーですね。で、行きましょう。ああ、エンゼロイヤー。目1個っすね。エンゼルツより悪魔っすね、これ。完全に悪夢。目が腐ってます。次行こう。ヒューマノドイド、スリーシャイム。やめないし。声読むの苦手です。まあ、しょうがないです。いつも滑舌悪い。まあ、これ、こいつなんかやんね。水属性人間の形したスライムじゃないっすよ、これ。これ悪魔っすよ。幽霊だよ、幽霊。ゴースト。人間の遺伝子が組み込まれてる。人間じゃなくて、これゴーストと水の合体っす。次。ああ、なんかまたそういうの。バロックス。これ、キラーパンダがあった人もこんな不細工になんないですよ。ガーゴイルはちょっとかわいそうです。まあ、今回は、まあ、2枚これが当たったんで、まあ、許しましょう。ていうか、これ、ただでもらったんで、まあ、得しかないですけどね。まあ、嬉しかったってことで、See you next time!